はい、どうもゆたです。じゃーん。さあ、皆さんもお分かりだと思うんですけど、富士スピードウェイにいます。今日はね、ちょっとこれから走行があるんで、ちょっと走行前にね、ちょっとやらなきゃいけないことがありまして、はい、ちょっとね、このエンジンルームの中からちょっと取り外さないといけないパーツがあるんですけど、どれですかね、どれだと思いますか。はい、でですね、今回ちょっと取り外すパーツなんですけど、こちらの、オイルキャッチタンクになります。で、なぜ外すかっていうと、ちょっとこれ、まあ、VAB 乗ってる方皆さんに当てはまる条件ではないんで、もちろんつけててもう全然大丈夫な方もいますし、やっぱブローバー抜いてあげて、まあ、クランクケース内の圧力抜いたりだとか、まあ、そういう、ね、ことをやってあげるのはいいと思うんですけど、ちょっとね、まあ、サーキット走る方で、まあ、こちら速い方限定になるお話ではあるんですけど、昨シーズンね、僕サーキット走行中に、ブローバイがね、すごいもう満パンに、まあ、1リッターちょいあるんですけど容量が、それがもう満パンに溜まってしまう現象が起きてて、なんでかなっていうところで、こんなに抜けるのはちょっとおかしいなということで、ちょっとこちらのね、フィラーキャップですねをちょっとやめて、こちらに目くらをして、で普通のキャップにしてみたんですけど、そしたらね、ブローバイ一切出なくなったんですね。なんで、まあ、こちらからブローバイ抜いてあげるっていう意味ももちろんすごいわかるし、まあいいなとは思うんですけど、ブローバイじゃなくて、まあ、オイル自体がもうそのまま出てきちゃってて、でなんで出てくるかっていうと、こっち側、左側か、助手席側なんで、右コーナーを走るときにこう G で全部こっちに来るわけですよ。でそれがちょっと、まあ多少の G だったらね、皆さん出てこないんですけど、まあ、僕ぐらいのタイムで走る方たち、走ってる方たちは多分皆さんこっちから横地で上がってきて出てきてしまうので、でそうするともうオイル1リッター分ぐらい出てしまうことになるので、ちょっとそれは危ないなということで、まあこれは本当サーキット早く走れる方限定の話なんで、もちろんドレスアップでね、効果でね、こうかっこいいんでつける方ももちろん いらっしゃると思うんで、そういう方たちは全然問題ないので気にしなくて大丈夫です。なんで、まあ、つくばで言うと1分1秒台とかで走れる方はちょっとここ戻って上がってきてしまうので、ちょっとまあ対策をした方がいいですねというお話です。なんでちょっとで、これから富士走るんで、とてつもない G ではありますんで、ちょっとこれはね、オイルキャッチタンクはもう戻します。で僕サーキットかなり走ってますけど、オイルキャッ、ブローバイは実際そんな出てないです、ぶっちゃけ。なんでまあ必要ないかなという形で、今回はちょっと取り外ししようかなという方向でいます。はい、でこれもなんだかんだね、やっぱね、軽量化僕最近始めてるんで、こんだけ鼻先のねノーズについてるパーツっていうのは、これどんぐらいあるんだろうね、意外とね 500g とか 1kg あるかもしれないんで、軽量化という名目でちょっと外そうかなと思います。さてと、じゃあちょっと外していきますか。まあ外していくだけなんで、ちょっと動画的にはちゃーつまんないと思うんですけど、あちゃ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 、
今日ね、そうなんで走りに来たかっていうと、ちょっと今月僕富士でレース出るんで、それで、まあ、車基本的にちょっと熱、夏に走るのって熱がいもすごいし、車にダメージ、まあ、あの皆さんエンジンオイル油温、水温ばっか気にして走られてる方多いと思いますけど、まあ、サーキット走行って言ったらね、もうそれだけ見てればいいみたいなちょっと風潮あると思うんですけど、そうだけじゃなくてやっぱブレーキきつかったり、まあ、やっぱデフだとかミッションだとかそっち系の駆動系の作動油っていうか、そういう温度だったり、まあ、ドラ車のグリスだったりだとか、やっぱりそういう駆動系のね、あの熱害っていうのもやっぱすごいわけですよ。なんで基本的に夏に車を走らせるっていうことはやっぱり僕やってなくて、やっぱダメージの蓄積もあるんで、まあ、軽い車だったらねいいなと思うんですけど、重いんでちょっとね僕はあんまりって感じです。なので暑い、暑い、暑い。なので僕は基本的にやっぱ夏は走んないんですけど、あの富士ライセンス取ったんですけど、取ってから僕まだ一回も走ってなくて、でライセンス取った時に紹介で入ってるんで、あの無料券が2枚あるんですよ、30分ので、それを8月までに使わなきゃいけないんで、本日はそれでちょっと来てるんですよ。なんでこれから走るんですけど、でレースもねあるんで、それに向けてちょっと久々にレーシングコースやっぱ勉強しとかないといけないで、もう4年ぐらいかな、納車した年かその次ぐらいの年に一発走ってるだけなんで、ちょっとやっぱ走っておきたいっていうので、今回はね夏だけど来ることにしました。はい、で皆さんこれね、あのホース別で買って付けてる方は純正ホース切らないんですけど、取り付けの際こちら切ってあの取り付けする風になってるんで、切ってしまうともう戻せないんで新しく買いました。こちら550円でした。あちゃあちゃあちゃ。で一応ねこちらインテークなんで、あのゴミとか本当気をつけてくださいね。まあ一瞬だけですけど外すの、ゴミとか入っちゃうともうタービンいっちゃうんで、あの気をつけてください。はい。という感じで、終わりだねこれで。あと蓋だね。はい、という感じで終わりましたんで、すっきりしたね。はい、軽量化しました。バッテリーもね、あのちょっとねとあるものを注文してるんですけど、納期がとんでもないことになってるんで、ちょっと今シーズン間に合うか分かんないんですけど、だいたいやっぱ10キロぐらい軽くなるんで、ちょっとねかなりでかいんで、この場所の10キロっていうのはちょっと届いてほしいんですけど、ちょっとねどうかな、届かないかなっていう感じではありますんで、はい、じゃあこの後ねレーシングコース走行したいと思います。であとねちょっとカートも今日やろうかなっていう感じで、第2弾第2作ちょっと動画撮っていきたいと思いますんで、お楽しみに。